けよ、皆さんこんにちは、中西でーす。おかかでーす。お久しぶりですね、おかかさん。とりあえずですね、今日はとってもいい日です。それはなぜかというと、私が大大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 大好きなですね、サム・スミス先生のライブに今から大阪に行くんです。私これから3日間見るんです。大先生と行くんですね、いつも通りの。一緒にしかも行くんですね、3日間も一緒に。やばいよね。わかった、わかってるから。ファンデーション踏んじゃうじゃん。久々に登場したと思ったら崩壊するじゃん。大阪でライブ見るのって初めてかも。でもね、私たちマジで今日大阪でいろいろ食いたかったんだけどさ、全然そういう時間ないわけ。大忙し。やーべ、久々自分でメイクするわ。はい、ということでサムスミスさんのライブに行きます。これは何ですか？今こういうのでいっぱいみたいですね。ありがとうございますね。恐ろしい。これを新幹線で作るつもりですね。Look me って言って。No, no, no. Please kiss me. Kiss me. 今日は2日目でーす。何？やばいやろ。これさ、今日ずっとさ練習してたんだ。ケツやって。やるしかないよ今日。そしたらさ、昨日夜ケツ釣ったんだけど。泣いちゃうね。釣ったわ、死ぬ。私たちは原宿にいます。医者を買いに行くよ。そうよ。さっきまでナスちゃんはお仕事をしていました。えらい。今からナスちゃんがヘアショーとかで使っていたステージ衣装を買いに行きますよ。負けないよ、負けないよ。ナスちゃんが着替えるというので着替えます。判決、はい、判決。おかしい、判決コールは。はい、そしてタケノコ族で買ってきましたね、タケノコ先生です。そしてこれを、おかしい、おかしい、ね、最初それ角かぶたでしょ。待って、これさ、入るかな。すごい新鮮グリーン。そしてこちらの、もうこれさ、本当に重量すごいから、判決一回着てみよう。お願い、着てよ。だから一回着てみます。はい、今金箔寄りで着替えております。お見せできませんので、ちょっとすいません。やばいって、おかしい、もうおかしいもん。待って、これ本当に着んの？ねえ、うるさい。早くチャック開けて。ケツが見えちゃう。最高それ、マジ最高。ちょっとこれで見ていいんですか？それ、あなたがこれさ拾ったんだから。これさ、え、本当にさ、マジ背中全然着ないんだけど。これ、うん、待って待って、本当にこれで行くつもり？これだった。待って待って、本当にこれで行くつもり？涙出る、無理。涙出る、無理じゃないわ。これは大丈夫か？全然平気、やっぱいけるわ。ねえ、問題なかった。これうるさい。隣でうるさい。こうやってさ盛り上がってさ、もうブリーンって。私はモテのワンピースにするって言ったらさ、え、ワンピはモテなんだよなって言ってさ、自分がブルマ選んでたからね。いやだから私はスカートは嫌なの。スカートが嫌だったらもう食い込みしかないでしょ。ねえ、パンツっていう選択もあったじゃん。あなたも着るんだからね。笑ってるけど違うよ。うちらの目標はサムちゃんを喜んでもらうために。そう、あのね、私たちはね善意でやってるよ。サムちゃんに気持ちよく歌ってほしいから。そうよ、うちら体張ってんだよね。そうよ、頼まれてもないのに。そう、頼まれてもない。サムちゃんが日本来てよかったって、また来てもらえるようにね。そう、またあのゴールドの葉っぱ隊見たいなって思う。そうよ、そういうにさ、はい、メイクしようっと。ほら、もうメイクができちゃってるんだから。レイちゃんがいないとずっとおしゃべりに夢中になって、私たちは動画を撮るのを忘れてしまいます。そうよ、1日目なんてほとんど動画を撮っていません。1日目マジであの後やばくて、私たちさもうアンコールかな、もう出なきゃ間に合わないねっていう話をしてたんだよね。だけどワンチャンいけると思ったんだよ、うん、で開始が10分15分ぐらい遅れて、それをさ計算してなかったの私たち。だから時計見てひっくり返ったよね。だってさ9時24分の新幹線なのに、うちらがタクシーに乗ったの9時だよ。9時しかも20分かかる距離のとこ。あ、終わったと思ったよ ね。でもね、運転手さんがめっちゃいい人で、すごい頑張ってくれて普通に間に合ったよね。もう本当にホームに着いた瞬間、私たちを待ってたかのように新幹線到着したよね。あー危なかった、本当に危なかった。本当に学ばないよね。学ばない、私たち本当に。でもこれで間に合っちゃうから学ばないんだよね。一回失敗した方がいい。
ニプレスレイちゃんが届きました。ありがとうございます。レイちゃん、レイちゃんはちなみに私が買ってあげたこちらの、はい、キラキラのサムスミス T シャツとキラキラの私の貸してあげたパンツです。あー一番やばいこの人モテだ。着替えますからちょっとお待ちなすって、はい。We are Bad Pink Dance! せーの、こんな感じです。もうこれ撮りながらさ、父がはみ出てんだけど私ねえその横父でさ、婚活しないでよ。横父で横に婚活しに行こうから、ギビギビギビって言ってずらしてるから静かに向かいましょうね。私たちは音がうるさいの、シャンシャンシャン。誰も私たちに興味ないの。逆にバレてないかもしれない、仲里依紗って。あー楽しみ。ねえちょっと多い時なんだからさ、時間ないよ、時間ないよ、時間ない、マジで。よし行きますよ。はい、じゃあまずここをラメつけて、でちょっとチークは濃いめに入れようかな。そうちょっとやめて。やっぱり赤じゃん。赤のカラコンにしいいよ。もうこれは3日目の最終体制。あー今日で終わるのか、サムちゃんに会えるの悲しいな。いるかな今日イケメン。そっち京子さんのダンサーの人にお手振りもらわなきゃ。本当だよ。今日は立ち食いそばみたいな感じで立ち食いメイクをします。早くメイクするコツは立ってメイクをすることですよね。そう、先生、座らない。そう、お願いします。パンじゃないのよ、パンで。待ってこれさ、これだったの、はい、怖いね。怖いに決まってんじゃん。私たちはね、昨日令和のピンクレディって言われてて、やっぱり、うん、それならさ、別に見えないじゃん。ちょっと待って捕まったダサ。え、どうしたらいいのこれ。こんなこっちがって、結構タイトなの。え、これ結構タイトじゃない。タイトなんだって、こういうことね、うん。それを下に来たらいいの。これでいいや。そんなのんきなことやってる場合じゃないんじゃない。はい、すいません。ああ怒られた、小学生に。怒られた。そうでしょ。何しに来たんだ横浜に。ちょっと待って、ちょっと待って、おさむちゃん。初めて。私も初めてです。よくニュースには見てたんですけど、私の予想的中したね昨日。え、私も今日来るときさ、悪い予感したの、なんとなく。しょうがないよね、体調不良は。誰も悪くないから。ちょっとバカウケ食べていい？うん、ちょっと一回なんか食おうか。うん、ちょっと一回トカイ君 T シャツ見せてごらん。うん、おさむちゃん、私はここにいるよ。Stay with me。 マジそれ綺麗だね、夜景。うん、すごく綺麗。私の自分への誕生日プレゼントかな。あと3日で誕生日だからさ。本当だよ。33歳最後の事件。いやでもこの体調不良はしょうがない。だって私たちさ、聞いてたもん。最初からちょっとなんか喉の調子がなんか悪いからみたいなことを可愛く言っててさ、それでさ、なんか結構汗かいてさ、踊ってくれてってさ、サービスちょっと待ったじゃん、いっぱい。あんだけ振り絞ってさ、頑張ってくれてたからさ、やっぱ最後具悪くなっちゃう。それは人間そうだよ。4日後の韓国行こうよ。韓国追いかけよ、おかけ、はい、おかけ、はい。その後シンガポールも昨日見たらあったから、はい、日帰りで行こう、日帰りで。え、ごい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 、大阪じゃないんだ。大阪で乗り過ごそうとしてたのにシンガポール日帰りはおかしいだろう。やっぱ諦めきれないじゃん。いや諦めきれない、諦めてないからポジティブなの。どこ追かければ会えるかなって。やばい。来てこ、でもさ、目安に捉えよう。タケノコにもう一回行けるよ。そうだね。もうワンパターン、サムちゃんに私の衣装を見せれるっていう。そう、あとまた会えるって思う。また会えるって思う、うん、やっぱポジティブの神ですね。もう全然、うん、もう今からどこに遊びに行こうかな、うん、みんなでって考えてるよ、頭の中。うん、私もね、あのね、中華街行こうかなと思って。そうしよう。だってせっかくみんなで来てるんだもん。締め行方不明事件です。
すいません、このオレンジお化けが登場するときは締めが行方不明なんですね。それはなぜかというと、あのショックから私は立ち直れず、あの後ジョジョ園を爆食いし、アチャコとトカゲくんとナスちゃんと仲良く帰ってきてお腹いっぱいになったし、立ち直れないので締めを取る体力もなくっていう感じで、もう2週間以上経ちまして、ようやく今撮っているって感じなんですけども、本当にでもね、ずっと言ってたんだよね、サムちゃん。大阪の時から体調があんまり良くないんだけどって、なんかちょっと喉がみたいな心配してたの。だって私本当言ってたよ。言ってた。サムちゃん明日大丈夫かなって。私はびっくりしたのは、うん、本当にきつかったと思う。そうそう、それであの歌声がでしょ、初めて見たもんね。初めて聞いて鳥肌だったもん。すごかったでしょ。マジでうまかった。マジでなんかさらに好きになったでしょ。そう、やっぱあのステージングが私はすごく好きで、ショーみたいになってたから、なんかやっぱさ浜崎あゆみ先生味が入ってるのよ、わかる？ディーバな感じがさ、ああいうの大好きだからさ、うん、私わかる、うん、すいません、私たちの衣装はいかがでした？いやー本当にすいません、鳥肌はそちらでも撮れます。あの私は見慣れてるんで、はい、すれ違った人たちはみんな鳥肌で、みんな、はい、見ちゃいけない駐車場止めたところがさ、西松屋が下に入ってるビルで、うん、西松屋に買い物に来た人たちがさ、そのビルをこう上がってくるわけよ、駐車場、うん、だから本当にベビーカーのエケちゃんたちが私たちを見て凍りついておりましたよね、はい、もうすごいこんなだったよいやマジで、金粉つけた中リーザじゃんみたいな感じでさ、ケツがマジホタルなの。もうそうそうなの。しかもさ結構さ、キラキラの衣装、うん、あれタケノコってとこで買ったんだけど、原宿のあれもナス先生のナスグーグルでたどり着いたの、衣装のところなんです。マジですごかったよね。だから次からはライブ行く前は絶対タケノコでお願いします。皆さんもあのタケノコお見合い写真を撮ったりですとかマッチングアプリの写真を撮ったりですとか、ここぞっていう時の衣装絶対タケノコにいっぱいあるので、皆さん行ってみてください。アルイドットも若干タケノコだよ、タケノコ、うん、ここぞという時のお衣装はアルイドットとタケノコをよろしくお願いします。はい、ということで皆さん今日の動画を見てくださってありがとうございました、サムちゃんにまたいつか会えますように。あわよくば行きたいんです、私ももう一回サムちゃんとちょっとでもお近づきになれたら嬉しいなと思います。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録よろしくお願いします。そしてインスタグラムとツイッターもやっておりますので、そちらの方のフォローもよろしくお願いします。そしてグッドボタンをお願いします。はい、ということで皆さん次の動画でお会いしましょう。サムちゃん大好き！バイバイ！